旦那と自分は、学生時代からの付き合いで、互いの実家が、徒歩15分の距離にある。自分は、もう両親がいないから、自分の実家に、旦那と一緒に住んでた。それまでも、同居しろ、とうるさかったんだけど、ある日、とうとうやらかしてくれた。仕事から帰ってくると、居間の窓が割れてる。何事かと思って、家に飛び込んだら、なぜかくつろいでるとめことめ。で、ゴミの処分してあげたわよ。これで同居、RI。とか言ってる。見たら、資料部屋にしてた部屋の中が空っぽ。その資料っていうのは、学生時代からコツコツ集めてきたもので、中には、貴重なものもたくさんあった。ブチギレてしまったみたいで、記憶があやふやなんだけど。どうやら、とめことめを殴って、叩き出そうとしたらしい。そこに旦那が帰ってきて、とりあえず落ち着けと言われて、少し冷静になった。弁償とかいろいろしてもらわないと気が済まないし、でも、亡くなったやつそのものじゃないと嫌だった。だから、告訴しない代わりに、売り払った本を全部返してもらってこい。それ以外では許さない。きちんと、その本は、嫁いびりのために売ってしまったものなので、返してください。いくらでもお支払いしますから返してください。って説明して返してもらってこい。もちろん、それにかかった費用は、あなたたちに持ってもらう。そういう条件を突きつけた。対面を気にするとめ、就職を控えていることめともに、すごい悩んだらしい。3日経ってもまだ動かなかったから。遅くなればなるほど、大勢に言わなきゃいけないと思うんですが、って電話したらすぐに動いた。でも、結局手遅れで、街中に言いに行かなきゃいけなかったらしい。それでも何冊かは帰ってこなかった。その後、家を処分して引っ越したため、とめことめとは疎遠になった。旦那には今でも謝られる。でも、あの町の古書店とそこの客は、みんな顔なじみだったから、全部無事に戻ってきたことは、一生の秘密だ。